僕がそうね、僕がグイグイ堀です。二人合わせてペロペローズです。ブヨヨヨーン、お願いします。お願いします。盛り上がっていきましょうね。せっかくライブ来たんですよ、ゴールデンウィークですからね、うん、絶対盛り上げますからね。圧はかけないでください、ね、こうなっちゃいますから。あ、申し訳ない、すいません、すいません、すいません。あの、世界三大珍味ってあるじゃないですか。ありますね、知ってますか、はいはい、まあね、有名だからね、皆さんわかる。有名、うん、いや、バカチタなんかは知らないでしょ。いや、関係ないよ、言いましょうか。え、3つ言える、はい、うん、まずキャビアでしょ、はい、で、フォアグラでしょ、はい、で、あと一つが、うん、草屋ね。いや、デブも食べない珍味じゃねえか、じゃねえか、じゃねえか。盛り上がっていきましょう、皆さん。インチロンさん、どん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 、お願いします、本当に。そうそうそう、憎めないでしょ。ちょっとよだれんじゃいました。声張りすぎちゃう。いやいや、話戻しますから。なんだよ。いや、なんで切れてんだ。なんなんだお前。こっちが切れたら何が草屋だよ。なんだよ。じゃあ聞かせてもらいますけど、はいはい、キャビアって何の卵か知ってますか。キャビアなんか一番簡単ですよ。何の卵。子持ちしたもんです。いや、給食に出てくるくらいリーズナブル。リーズナブル。リーズナブル。さあ、来ました皆さん。どうぞ僕たちのものは見下しちゃって大丈夫ですからね。お願いしますね。じゃあ何か出てくるでしょうか。結構でも定まってね、何が起こるんですか。せーの、ブスリピヨヨヨ。いや、お前が飛ぶんかい。ジャンプが低いでしょ。話戻しますけどね。何なんだお前。声も張ってくださいね。何なんだ。声も張ってくださいよ。何も分かってないじゃないですか。ね、何よ。キャビアはチョウザメの卵でしょうよ。そっちで2択だったんですよ。2択。2択。いや、そっちか。いや、チョウザメかトラウトサーモンか。いや、子持ちしたもでもないんかい。ないんかい。ないんかい。安心してください。これが最後になります。さあ行きましょう。展開なステップね。ハンカチとステッキを出しました。何が起こるんですか。頼みますよ、俺は頼みますよ。せーの、いや、気が入ってる。手品ができると大思いか。せーの、楽しかったです。どうもありがとうございました。